ちは。三鷹さん、はい、昨日待ちに待った日本シリーズ第一戦、はい、始まったね。始まりました。ワクワクするね、やっぱりね、はい、結果は5対1でソフトバンクが勝ちましたけれども、うん、はい、昨日の試合のポイントはどういったところでしょうか、ね。まあ、ポイントはね、はい、まあ、やっぱり菅野と千賀というね、はい、まあ、両リーグを代表するピッチャーの投げ合いということで、うん、まあ、もちろん始まったんだけど、はい、まあ、菅野はボールに力はあったけど、はい、ちょっとコントロールのばらつき、特に右バッターのインサイドへのツーシームあたりがちょっと引っかかって真ん中あたりに来てるんだよね。だからボールもちょっと高かったし、ちょっと危ないなっていうような立ち上がりだったけど、まあ一方ね、千賀はすごい力んでたと思うんだよね。でも160キロ近いストレートをバンバン投げ込んで巨人打線を翻弄するというか、速いぞっていうことを印象付けた、うん、まあ、立ち上がりだったよね。うん、まあ、こう試合始まる前と始まってから、うん、こう予想していたこととかそうじゃなかったこととかも、まあ、結果的に言うと、はい、もうちょっと前線するかなっていうふうに、ん、もうちょっと僅差のゲームになると思ってたんだけど、うん、まあ、あっさり、まあ、栗原に、まず第一のポイントは栗原に打たれたシーンなんだけど、はい、ボール2から次の球をホームラン、3球目をホームランされるわけだけど、スライダースライダースライダーって言ったんだよね。で、3球同じ球を続けたということ、それと状況的に言えばグラシアルがライト前に出て、普通左バッター、次の左バッター栗原がどんなことを考えるかっていうと、やっぱり1、2塁間を抜いて1、3塁を作りたい、チャンスを広げたいという、そういうことを考えて打席に入ってたんだけど、なぜ2ボールからもう1球同じ球で行ったのかなって。だからおあつらえ向きの、引っ張るにはおあつらえ向きのボールになってしまったという、まあ、そういうところがなんかちょっと配球ミスかなっていうね、その菅野にしてはそういう状況を考えるんであれば、外のツーシームでもちょっと落ちるボールでも引っ掛けさすとか、まあ、そういうことで対応できなかったのかなっていう。だから、まあ、ソフトバンクのバッターに対して、特に左バッターなんだけど、インサイドをついていこうというミーティングがあったのかなっていう、そんな印象を受けた。でも栗原というバッターがクライマックスシリーズ調子が悪くて何番に入れてくるかなっていうふうに思ってたら5番に入れてきた。まあ、やっぱりこう1年間通して栗原は2割4分3人ぐらいしか打ってないんだけど、得点圏打率が3割超えてんだよね。だから勝負強さを買って、5番に入れてきたという、だこれがやっぱりソフトバンクが一つ当たったところだよね。栗原を信用したということだよね。今日4打点ですか。あ、で2つ目のポイントがさ、6回に2アウトからデッドボールとグラシアルのヒット、まあ、柳田がデッドボール、グラシアルがヒット、2アウト1、3塁になった時ね、それまでに栗原が2本のヒットを引っ張って打ってんだよね。だからバッテリーとすればもう外に逃げるしかなかったのね。外を攻めるしかなかった。1打席目はカットボール、インサイドの。2打席目はインサイドのまっすぐ打たれてるわけ。だからもう外に投じるしかなかった。その状況を栗原が作ったんだよね、自分で。だからソフトバンクとすれば一番いいバッターに回ってしまったということ。で、バッテリーは外しか攻められなかったということ。それによって外野手もその前の2打席が引っ張られてるもんだから、右の方に振ってるんだよね。そこを嘲笑うかのように左中間にヒット、ツーベースを打っていった。これが2打点で、計4打点この栗原がやっぱこうソフトバンクは当たったし、栗原の攻めを間違ったがためにこの4打点を献上したという、このポイントがすごく大きかったよね。で、3つ目のポイントは7回からこうあるんだよね、うん、で、2アウトから甲斐が9番バッターでフォアボールで出た。で、1番のシュートに回ってきた。甲斐を走らせたわけね、うん、まあ判定セーフだったんだけど、
まあ、リクエストでアウトになった、はい、で1番バッターの周東が打席に立ってたんだけど、次の回周東から始まると、はい、前にランナーが出てると周東の足が使えなくなっちゃうから、うん、だからもうツーアウトだし4点勝ってるからもう回を走らせたらね、アウトになってもいいって。でセーフになればなったで周東が返してくれればいいって。そしたらまた走れるという。だけどアウトになった。次の回1番になった。でフォアボールで出る。で高橋優希に代わって左ピッチャーで、初めてのピッチャー、初見のピッチャーだから走りにくかったと思うんだけど、そこをかいくぐって走った。で中村晃が2番の中村晃が返すという。1、2番で1点を取ってしまった。だからずっとマウントを取られてゲームが始まり終わってしまったという。巨人のいいところっていうのは全くなかったというね。まあ巨人のポイントとすれば、ノーアウト1、2塁になったんだよね。4回2点差負けてて、で丸の時どうすんのかなって、送りバントなのか強攻なのか。まあ強攻に行ってゲッツーなんだけど、これはこれで仕方ない、初戦だし、あの菅野が投げてる。俺はシーズン通りにバントをやらすかなっていうふうに思ったんだけど、でも丸の状態もそのシーズン終わる時からこうちょっと上がってきてきたから丸にかけたんだよね。だけどまあこれはゲッツーになった。これはもう仕方ないんだよね、このゲッツーは。ただこのままでやっぱジャイアンツは終われない。それは明日だよね。まあ明日というかもう今日だよね。今日第2戦の見どころというと、見どころはね、やっぱり先発ピッチャー今村と石川の投げにはなってくるんだけど、まあ石川は最多勝と最高勝率を2冠取ってるピッチャーだよね。で今村で、ソフトバンクのピッチャーってパワー系のピッチャーにバッターってね、パワー系のピッチャーには強くて、こう抜かれる、左が特に抜かれるピッチャーっていうのはそんなに強くはない。だからもう 今村はもう抜く、とにかくまっすぐで、まあ、まっすぐはボールにしといて抜くっていうピッチングができれば、まあ、ある程度のピッチングはしてくれるかな。で石川はこれがまた厄介で、千賀よりもタイミングが取りづらい。でまた球種も多彩だということを考えると、非常に今日も苦戦することは必死だと思う。だけど、まあ、ソフトバンクはまあ、このままで戦っていけばいいと思うんだよね。だけど巨人は今日全く動かなかった。まあ、例えば初回に松原がフォアボールで出ても、走らすかな、勝負させるかなと思っても、まあ、自重させた。で丸動かなくてダブルプレーを食らった。打順の組み方もやっぱウィーラーと大城っていうのが非常にいい状態であるということ。だから打順の明日は組、まあ、今日だね、今日は組み替えをしてくることと、やっぱもうちょっと動かないとやっぱ相手が焦らない。まあ確かに塁上に出ることっていうのは昨日は少なかったけど、今日は塁上に出たランナーをいかに動かせるか。だからもうこれはもうベンチワークの勝負になってきてる。選手がどうのこうの、調子が悪いとか調子がいいとかそんなの関係なく、やっぱベンチワークで奇襲だとか策を用いて戦わないとソフトバンクの牙城は崩れない。そんな感じの初戦だったし、だから今日はなんかこう慌てさせるようなそういう作戦というものが必要だね。だから打順の組み替えもそう、 DH 加盟を入れてたけど足を使える選手を入れていくか。まあ加盟の状態も悪くはないと思うんだけど、だけどそのウィーラーと大城がバッティングの状態が良かっただけに、まあそういうところで打順の組み替えっていうのは必要かなという感じがしますね。でちょっと少しこう巨人としては一つ何かを変えていかないとさ、今日はやっぱ様子を見たと思うんだよね。で、そう、はい、でエースの菅野が投げたし、はい、堂々と
立ち向かおうと思ったけども、まあちょっと歯が立たなかったという。だからね、今日も森から、抑えの森から1点を取るわけだけど、モイネロはやっぱ素晴らしいよ。でも接戦でいくと森のところで何かが起こるかもわからない。だから本当にね、負けてても1点差に追いついていく、とにかく点を重ねていく、一気に逆転とかいうよりも、負けてても9回まで負けててもいいから森のところまで接戦でいくとか、そういうことが必要かな。だから今日はもうジャイアンツは動く、ソフトバンクはもうこのままでいいかなっていうような感じはするけどね。まあまあ今日も第2戦楽しみにしてます。はい、第2戦楽しみね、はい、頑張ってください。